ジェフリー・ウィリアム・フランシスは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州バンクルバー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。父親の影響を受けよう少子から物理学に興味を持っており、カナダの国技であるアイスホッケーより野球を好んだのも、野球は頭を使うスポーツだと考えていたためである。地元のブリティッシュ・コロンビア大学でも物理学と天文学を専攻する一方、 野球部でも活躍。コロラドロッキーズ時代2002年の MLB ドラフトで、コロラドロッキーズから一巡目指名され、プロ入り。2004年、AA 級タルサドリラーズで、球団史上初となる開幕からの10連勝を記録し、さらに昇格した、AA 級コロラドスプリングススカイソックスとの、合計で16勝3敗、防御率2.2196奪三振。 29よし9という成績を残す。この年の8月に開催されるアテネ五輪では、フランシスはカナダ代表のエースとして期待されていたが、ロッキーズがフランシスをメジャーへ昇格させることになったため五輪出場は見送られた。五輪の3位決定戦で、カナダ代表が日本代表に敗れメダル獲得を逃した8月25日、フランシスは メジャー昇格を果たし、同日行われたアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。5回で三振を8個奪うも6失点を喫し、敗戦投手になる。メジャー初勝利を挙げたのは3度目の登板となった9月5日で、サンディエゴパドレス打線を5.1回無失点に抑えてのことだった。この年は全て先発で7試合に登板し3勝2敗、防御率5.15を記録した。 シーズン終了後には、マイナーリーグでの活躍が高く評価され、ベースボールアメリカと USA トゥデイのマイナー最優秀選手賞をダブル受賞。2賞の同時受賞は、アンドリュー・ジョーンズ、リック・アン・キール、ジョシュ・ベケットに次ぐ史上4人目、5度目である。2005年は、ナショナルリーグ新人王の有力候補の一人として、期待され、先発ローテーションに定着。 防御率は5.68ながら、味方打線の援護に恵まれたこともあって14勝を挙げた。勝利数以外に128奪三振と14、QS もチーム最多であったほか、勝利数、奪三振数、先発登板数、投球回数でリーグ新人選手中トップの数字を残している。この活躍から、新人王の投票では、受賞こそならなかったものの6位となった。 2006年開幕前の3月に同年から開催されることとなった国際大会であるワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。同大会では一時リーグ突破をかけた9日のメキシコ戦でホルヘカンキに本塁打を打たれるなど1.1回6失点の成績を残した。試合は1から9で敗れ、この結果カナダとメキシコに加えて、 アメリカ合衆国の3チームが2勝1敗で並んだが、失点率が一番、悪いカナダが1次リーグで敗退ということになった。レギュラーシーズンでは2年連続2桁勝利となる13勝を記録し、防御率は前年の5.68から4.16に改善させた。この活躍を受けてロッキーズは11月21日、まだ年俸調停権も取得していないフランシスに4年。 総額1325万ドルという契約を与えた。2007年は6月14日から8月8日にかけて球団新記録となる8連勝をマークするなどリーグ4位、球団大記録となる17勝を記録。ロッキーズは終盤の快進撃で12年ぶりのポストシーズン進出を果たし、地区シリーズやリーグ優勝決定戦も無敗で勝ち上がって球団創設15年目で、 初のワールドシリーズ出場を決める。フランシスは地区シリーズ初戦を6回に失点、リーグ優勝決定戦初戦を6.2回1、失点と高騰し、エースとしての役割を果たした。しかしボストンレッドソックスを相手に先発したワールドシリーズ初戦では4回6失点と結果を残せず敗戦投手になり、チームはその後も一勝もできないまま4連敗で世界一を逃した。 2008年は6月終了時点で17試合に登板するも3勝7敗、防御率5.67と不振に陥る。7月2日には左肩の炎症のため自身初の故障者リスト入り。8月には復帰したもののシーズン成績は4勝10敗と初の負け越しに加え、防御率も5点台に終わった。2009年2月、左肩の手術に踏み切る。これにより、 同年3月の第2回 WBC では、カナダ代表の試合が地元ロジャースセンターで開催されることになっていたが、フランシスは出場を辞退。さらに MLB レギュラーシーズンも棒に振った。2010年5月16日のワシントンナショナルズ戦で復帰。勝利投手にこそならなかったものの7回1失点の好投を見せた。その6日後、22日の試合では6.1回。 無失点で復帰初勝利を手にする。ただ、復帰3戦目となった28日の試合で5.1回、5失点と打ち込まれると、それ以降は、シーズン終了までの18当板中17試合でに、失点以上と崩れた。シーズン終了後の11月3日に、FA となった。カンザスシティロイヤルズ時代2011年1月14日に、 カンザスシティロイヤルズと1年200万ドル出来高で契約。同年はほぼローテを守ったが、6勝16敗、防御率4.82と内容は伴わなかった。同年限りで退団した。シンシナティレッツ時代2012年1月25日に、シンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。レッツではメジャーに昇格できず、6月1日に、 契約発起条項を行使して対談した。コロラドロッキーズ時代2012年6月8日に、フルスのロッキーズと契約し、メジャー復帰を果たした。オフの10月29日に FA となったが、12月19日に1年150万ドルでロッキーズと再契約した。2013年10月31日に FA となった。2014年1月13日に、 レッツとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級、ルイビルバッツで開幕を迎え、8試合に登板。4勝3敗、防御率3.33の成績で、5月15日に、レッツとメジャー契約を結んだ。同日のパドレス戦で、先発起用されたが、クリスデノーフィアに、本塁打を打たれるなど、5回を投げ5安打3失点で、負け投手となり、5月16日に、 リーフとなった。オークランドアスレチックス時代2014年5月18日にウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後はリリーフとして9試合に登板したが0勝1敗防御率6.08と結果を残せず7月3日にリーフとなった。2014年7月11日に後日発表選手とのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。 7月22日のテキサスレンジャーズ戦で移籍後初登板し延長14回から8番手として1回を無失点に抑えると直後の14回裏にこの日から加入したチェイスヘッドリーがサヨナラアンダを放ち勝利投手となった2試合目の登板となった7月26日のトロントブルージェイズ戦では9回1試から登板したが1アンダ1失点と結果を残せず 7月28日にディーフとなった。その後、8月5日に自由契約となった。2014年10月31日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕を参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズで迎えたが、4月19日に昇格。同日のアトランタ・ブレイブス戦で遺跡後初登板を果たしたが、この試合で保守を務めたのは、 ラッセル・マーティンだったため、球団初のカナダ人バッテリーが実現した。5月18日に、ディーフとなり、20日に、トリプル A 級バッファローに移動した。6月17日に2015年、パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出された。同大会では2大会連続2度目の優勝を果たし、金メダルを獲得した。9月1日に、 メジャー契約を結び昇格した。レギュラーシーズンでは十四試合に登板したが、四年連続で防御率五点五0以上となる六点一四、自己最高の脱三振率八点六を記録した。同年十一月二日に FA となった。十二月十六日に現役引退を表明した。ツーシームとフォーシームの二種類の速球を八十七から九十一マイルパーアワーの休速で、 上下左右にコントロールし、大きく斜めに曲がるカーブやチェンジアップと組み合わせて、打者のバランスを崩す、頭脳的なピッチングが持ち味。肩の故障後は85マイルパーアワー程度まで、速球の平均球速が落ちてしまった。ありがとうございます。